皆さん、おはようございます。こんにちは。こんばんは、プロテインです。今日はですね、ちょっとお知らせと言いますか、いつもですね、ご視聴いただいてありがとうございます。ツイッターもフォローしていただいている方、ありがとうございます。今日はですね、そのコメント返信とかのことについてちょっとお知らせなんですけども、もう知ってる人は知ってるかなと思うんですが、僕755をやってまして、755の方で僕返信はちょっと待って、男優の撮影後の状況にしか見えないわ。返信しますよって話だったんですけど、人数がですね、ちょっと多くなってきて、まあ、そこまで質問っていう質問の分じゃなければ、まあ、スルーしてね、ありがとうございますっていう気持ちだけで、まあ、返信はせずに、ちょっとスルーっていう言い方は悪いんですけど、まあ、スルーして、まあ、でもほとんど質問には受け答えしてるかなと思うので、まあ、ぜひなんか質問がある方は、そう、755の方にですね、そう、コメントをしていただければなと思います。YouTube の方にもコメントしてもらえれば返すんですけど、あんまりね、バカ野郎。コメントはすげえ読んでるんですけど、その返信っていう癖がなくてですね、ああそうなんだみたいな感じで結構スルーしたので、でも755に関しては結構まめになんかいろいろチェックして、まあ iPhone なんで片手間でやれるので、まあぜひなんか質問とかもうお話ししたいっていう人はですね、755でコメントしていただければと思います。まあ嘘じゃなくて僕がやってますので、もちろんこちらですね、うん、755、まあ僕がこうやってはいいろいろ操作してやってますので、はい、今ので分かったかと思います。そしてちょっと分かりづらいな、うん、そうニコニコ生放送のことなんですけども、僕ですね新しいチャンネルがまあ、今後ですね、解説されるんではないかなと思います。ちょっとですね、一部、有料になったりとか、ならなかったりとかで、ね、いろいろ今考えてるんですけど。顔がにやけてる、うん、にやけてる。まあ、ちょっとですね、まあ、そんなニコニコ生放送の方も、まあ、そっちでですね、メインに。まあ、僕もともとニコ生主なので、まあ、ツイキャスもいろいろ今やってますけども、一切ちょっと、ピッと切ってですね、まあ、切るかわかんない。うん、今言ってるだけかもしれない。女装のリアルタイムの生配信とかいろいろやってみたっていうのは全部なるべくそのチャンネルのニコ生の方に移そうかなって今ちょっと検討中なんですね。だからまあまた改めてまあ報告はツイッターなりこれ動画なりでするんですけども、まあぜひそっちの方ももし解説したら見ていただきたいなと思います。そこでですね、チャンネルのそのサムネとなるですね、そう、絵がですね、結構必要なんですよ。で、僕、絵心が全くなくてですね。まあ、何をやったらいいか正直わかんないので、もしですね、皆さんの中で、こんな絵描いてみたよっていうのがあれば、もう採用するかちょっとわかんない。でも保存はする。保存していろいろ、そのチャンネル登録の写真とか絵には使うと思います。必ず。一枚一枚。どっかで、どっかしらで。まあ、なので、もしね、協力してあげるっていう人がいれば、絵をですね、描いていただいて、送ってもらえればなと思います。その送る先は、Gmail で、受け取ってるので、僕のその、チャンネルの概要欄見ていただくと、ビジネスメールじゃないですけど、メール宛先こちらって、その Gmail、プロタン1214だったかな、@gmail.com ところの方に送っていただければと思いますので、まあ、ぜひちょっと、お手つきの際で結構ですので、まあ、書いていただける方は、その絵をですね、書いてもらえればと思います。なんか、プロタンチャンネルとか言って、なんかテロップ、字が書いてあると嬉しいかなと思います。はい。ってことで、まあ、以上、お知らせの動画になりました。まあ、改めて、いつも皆さん見ていただいて、ありがとうございます。また、お会いしましょう。バイバイ。